はい、お疲れ様です。マピーです。神の HP 上がってアタック下がってマナアタック下がってってことなんですけど、この補正はシアン火炎が一番強いと思いながら使いません。今回はね、アスリンリーダーの神デッキなんですけど、周年の駅の内レターデッキですね。こやつが神デッキ条件で使えるっていう下級スキル持ってるんですけど、まあチャージがね本当に時間かかるって感じなんで、正直ね使わなくていいかなっていう感じがするんですけど、それでもスキルもコンボもね下級持ってるんで、噛み合いさえすればなかなか強いかなっていう気がするんでね、うん、早めに引いてチャージさえ溜め切れば下級スキルってまあ大体止められないんで、それができればって感じかなと。コンボ3600の火炎ダメージのこのライフバー形式っていうのがね、まあ、もうちょっとあってもよかったかなとか思いながら、やっぱ下級スキルって控えめにされるよねみたいな感じはするんですけど、まあ、うまく使ってやりますよってことで、アスリンリーダーにしてるのはね、シアンに勝つためですね。ヒュプノスリーダーだとちょっときついかなって気がするんで、これでいきます。まあ、ヒュプノスの方が、シアン対面以外は見れる感じはするんですけど、シアンに勝ちたいんで、アスリンリーダーでやってきます。最近アスリンの動画結構撮ってる気がするな。よいしょ、やっていきますよ。アスリンね、アスリンじゃないわ。今日の手はマジでシアン火炎最強だと思うんだよな。耐久もしばけるし、なんだろうな、火炎のにとってきつい対面はシアンで相性取れてるんで、いける気がするんですけど、OK、来ましたね、メルベギュール。でも、しょっぱな、生き花引いてるのはもう、ほんと偉すぎ。はい。常にそばにいてほしい、生き花には。チャージが溜まったらね、チャージが溜まったら手放すんですけどね。そう。ディカプリオが25歳になったら彼女と別れるみたいなもんですよ。まあ、このエキドラも25歳まで私と育てますんで。さて、ヘイルノート来ましたね。これ、ヘイルノートになり打ちます。最近、ハリウッドの俳優、かっこいいよねっていう話を友達としてて、マジでハリウッドのね、なんだろう、俳優さんとか、俺好きなわけよ。ディカプリオ、さっき言ったんですけど、かっこいいよねって言ったら、なんかみんなディカプリオあんま刺さんないって言ってたのね。マジかと思って。ディカプリオのどこが刺さらんのやと思ってた。でいろいろ言ったんだけど、一番みんなに刺さったのはエドワード・ファーロングでした。やっぱそうなんだよな。結局いろいろ言ってきたけど、エドワード・ファーロングの若かりし頃を超える美形の人は現れないんだろうな。マジでかっこいいわ。ってことで、ターミネート2をね、この動画を撮り終えたら俺見直そうかなって今決めました。さて、毒吸収されの罠ゴマか。まあバイセで特殊の部分は回収できるし、あ、もうこれさすがに強すぎ。これもう勝ちです。はい、もうディーゴトゥールで打って適当にエキドナぶん投げて終わらせます。よいしょ、オッケー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 。あ、もう最高最高、全部 S 引いた。まあさすがにね、さすがにちょこれ噛み合いすぎたね。まあ今トゥールラ引いてなかったら全然エキドナもありだったね。コンボライフバの火炎強いし、チャージもまあまあ溜まってたと言いたいところだけど、そこでまさかの群れません。そこでまさかの群れません。ここの村正は大誤算ですけど、関係ないんですよ。もうこれもうチャージ溜まったんで、もう行きまーす。まあ、ヒール、ベノムでされるんですけど、もうここまで来たらご利用しですね。よいしょ。さ、村正の上から。おっと、ちょっとだけ足んない？ちょっとだけ足らんと。まあ、ちょっと足らないと。でも、ここまで削ればね、負けはね、ないです。ないです、これ。OK、次、エイリアンドエリカで飛ばすか。よし、ヒールされるか。どのもヒール、おお、なかなかのヒール。まあ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 、こっち HP 全然あるしだ。 OK、 これイリアンのエリケいきますわ。せい、ボルト入るからこれ多分ギリギリ飛ぶな。ギリギリ飛ぶ。ういうい、あ、ボルトなしでもいけたっていうね、素晴らしい。さすがイリアンのエリカ。よしよし、まあこれはさすがにきつすぎたな。ただ今の見たら分かると思うんですけど、エキドナのチャージね、しょっぱなから引いてても、やっぱ時間かかりますね。ディーゴトゥールラ打った後でやっと最大チャージだったから、このチャージの時間のかかり方っていうのはね、まあ良くないですよね。なんで、早めに引いてほしいよ。もう毎回ね。で、引かなかったら引かなかったでも、アスリンさんに頑張ってもらってっていう。アスリン速攻仕掛けるしかねえな。はい。お願いします。スイッ！おっと。こういう対面はマジでエキドナ重要。ああ、しょっぱなからある。さあ、チャージ両方手駒にあるっていうこの研ぎ澄まされた手駒の回り方、素晴らしいね。 X ヘイルノートもありかもしれねえな。相手なんだ、 HP ちょっと低いな。またんか。オッケー。ちょっと一回考えるわ。はい、オッケー。これも X いきます。
ッケー、レニアドね、まあ、コンボちょっと強いけど、穴ごまをたまらせる前にもうゴリゴリいきますわ。エキゾナもさすがにチャージ貯められる気がするんで、これゴリッといきましょう。さあ、こいつが踏み罠だとしてもたじろがない。これ踏んじゃって OK です。もうイオフィで踏みます。もう俺殴るから。イグナーツも早めに出せるようにしとくから、セットアップしますから。 OK、 関係ないと。よいしょよいしょ、あ、よいしょ、 OKOK。 神デッキはいつからこんなゴリ押しができるようになったんだ。神ってなんかライフバとかね、あの逆転っていう属性のイメージがあったんですけど、最近の神はもう先に押し切っちゃうっていうねもはや逆転の余地を与えないっていうね、半端ないこのゴリラ神速攻すげえな。竜の方が逆転要素あるかもしれないね、もはやで、もう3ターン目で通信が切れるっていうね、これまずいっすよ。帰ってこい、さすがに帰ってこないか。恐ろしく早い手刀じゃなくて、恐ろしく早い通信切断。いや、切断じゃないのかもしれない、もしかしたら。ああ、かわいそう、こんなタイミングで通信切れるってさすがにかわいそう。おい、でしかもさ、これ使用か知らないけどさ、リペアした後このコンボ見えてるっていうね、まあさすがに見えるのかな、これ使用か。よいしょ、さあレニアドなんで発動しない。で次エキドナチャージ貯めつつ、もうバチコリいけますよ。まあでもこれができるのがアスリーの強みなんですよね。あのヒップリーダーだとこれがしづらいんですよ。これがアスリーの強みです。OK、フルチャージ、チャージ満タン、セイ、 OK、 まあ飛ばしきりましたね。まあ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 、2試合連続引き継ぎでした、ありがとうございました。まあ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 来いよ、初っ端から2ターン目でもいいわ、この際3ターン以内に行きたいな、開幕の。頼むぞ、まあ、エキゾナのチャージ貯めるとかっていうのを考えたらヒュップリーダーが良さそうなんですけど、でもフェイルノートは引いてるっていうね。エキゾナは引かなくてもフェイルノートは手ごもりあーるっていうね、素晴らしすぎか。どうぞ来い、 OK。 で次のターンでエキゾナ引いてくれたら最大チャージまでは余裕であろうと思いたけど、これ買わず引いてるな。さ、回復してくる。これ相手神デッキな気がするね。これアスリーいきますか。よいしょ、まあ、ワンチャン運力、これ神デッキで考えた場合アスリー残してもよかったかもしれないけどね、まあいいか。で OK 運力、まあでもこれおおむね神デッキだな。で、これちょっとここに引き、トゥールラか。強いけど、まあさすがにフェルノート展開しますわ。そこ召喚するから正直フェルノート月のターンで打っちゃかったんだけど、まあシールドカットされるんで、一旦ステーだな。引き強えな、ほんとありがてえわ。今日はちょっとそういう日かもしれんな。レナート、もうこれ神デッキじゃね。あ、でも、まだわかんないか。まあ一応まだわかんないな。これ一回バイセから行きます。で相手のアポロのチャージが溜まりそうなタイミングでザフキウンディで防衛していきたい。ただ俺の残りの S ゴマがエキドナって考えた場合チャージ溜めるのちょっとしんどいな。おお、あのゴマ、まあ、これおそらくサヤカです。で、ここの引き出しですね。多分、まあ、これさ、多分ね、あの一種系の採用を考えた場合ちょっと考えづらいですよね。なんか HP が高いしな。これ多分サイカですね。OK、読み通り。さあ、HP と神デッキってことは、まで、あれですよ。あいつが入らないんで、マイティ入らないっていう読みを当てていくと。さて、トゥールラ一旦ステイからの。次のターン、トゥールラ打ってザフキウンディって感じかな。ただ、俺がトゥールラ打ったタイミングでアポロンを切ってきたらシールドのタイミングずれるんですけど。さあ、打ってくるんで、次まだ5500なんで、相手のアポロンの火力。多分打ってこないはず。多分ね、ここトゥールラ行きますわ。パトミンシールドもありなんですけど、
相手のアポロンのタイミングに知らせたいんで、であとあのこれね、トウヤくんでダメージ返せるんで、よいしょ、オーケー、素晴らしい、よしよしよし、100点、100点ですよ今のところ、いいですよ。であとはザフキとウンディーネ駆使して勝っていきたい、来いよ、飛び込んでこい。レナウド打ってるしな、ウンディーネ切ってて、あ、一応でもビラとか警戒しとってもいいな。どうだ、うん、ビラ来る、ここでビラ来るか、まあでもこれトウヤくんでダメージ返せるね、素晴らしい。で取れるな、ザフキで防衛でいいや、相手も軽く出さないと間に合わないから、コンボ組んできましたね、素晴らしい判断だけど、さすがにちょっと手駒の噛み合いがやばいな今日。おい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 、でコンボ2、コンボ2000はね、ちょっとこれ設定ミスってる気するわ、トウヤくん強えな、マジマジ強い。いやこれね、別にね、この性能はいいんですけど、これ紙デッキで使うのはちょっとダメな気がするな、トウヤくん、なんか魔デッキ条件の方が良かったよ、こいつ。んーでさ、トゥールラ来ます、うーん、オッケー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 、これは一旦引き見ますわ、はい、イオフィ引く、んでザフキ防衛してるでしょ、ウンディアレできるんで、んー歯茎見せるなら F3 だな、シールドカットした後のウンディで耐えれると思うんだよな、左上 X 打った場合はどっち来るんだこれ、でも左上 X でいいのか正直、うん、こっちでいいや。これあの、どこ打たれてもウンディでなんとかなるっすね。あ、F1。あ、でもビナ切ってるから大丈夫か。F1 多分打たないでしょ。ダブコンつながるし。うん、大丈夫大丈夫。なんならロックあるからね。アポロン、あれで出せないようにできるから大丈夫だね。おー、オッケーオッケー、1ね。いや、でもフェイルノート打ってくるのはうまい。で、ここ飛ばせるなら飛ばしたいな。一応ロックで大丈夫かな。ウンディだと雷撃入って、おっと。2500の、300、3300か。まだ飛ばねえな。一応考えます。ウンディ切った場合、3枚アポロンで7000カット込みで5600。あー、わかんねえ。いや、6と。6と、こういう時は。スイッスイッ、これでアポロン出せないようにして、D6 耐えればいける。バイスはさすがに耐えるやつ。お前のコンボ1800でしょ。よし。さあ飛ばせるもんなら飛ばしてみんじゃい。ルインと。オッケー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 。いやでもうまかったな。イーチフェルノとか。俺フィニッシャー行かなかったってのもあるけど、あの、もしくはそのチャージがね、イグナス溜まってなかったってのもあるけど、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ耐えられた。危ねえ。よし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 。いやでもマジで噛み合いやばいな。このトウヤと、トウヤ強いわ。トウヤほんと強いな。これカビデッキで使えるにしたらちょっと俺失敗だと思うな、トウヤを。これマデッキ条件つけるべきだったなってめっちゃ思う。そのカビデッキメタのキャラなのに結局カビデッキで使えるようになってるっていうね。ちょっとこいつカビデッキ条件っていうかカビデッキで使えるのちょっとダメだな。なんかなこれ持論だよ、持論だけど、俺トウヤカビデッキで使えるのちょっと失敗なんじゃないかなって思う。いや、呪われる。もうじゃあ早めに、あれは HP 低いな。もうこんなに合流したいね。あ、これ X だな。で、呪霊で二呪いだよな。ちょっと一回呪い見るか。アスリン来い来い、よーしよしよし。念が通じた。あ、しかもいい呪いだね。OKOK。これ呪いの中でもこっちにとって、都合のいい呪いですね。ありがとう。利的呪いです。からの、からのセリーヌおもろいね。呪い中心って感じか。誰呪う、ワオルキア。これさやか張って、さやか張って、よいしょ、オッケー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 、うん、 HP 差1万、いけるいける。おお、えぐいな。とにかく、とにかくご利用して感じか。ああ、なるほど。あ、お前800なんだ。あー、思ったより仕事しなかった。あー、オッケーオッケーオッケー。まあ、これバイセ出るんで、オッケーで。で、これバイセ D6 いきます。よいしょ。オッケー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 。えぐいな、その呪い。耐久メタか。
ハルマルとか言ってそうだな、今日の呪い使ってこと。さあ、まだ B5 まで呪ってくると。こんな時代に呪いを使うっていうのはなかなかのものですね。おお、俺の生き殿の呪うな。俺の生き殿呪いやがって、許さんぜ。ちょっと一回6位からいきますわ。よいしょ。さあ、このロックで、今、ツバイクフンと切った後で、果たして何の駒が出るのか。エキドナ呪っちゃったな。なるべくチャージ貯めていきたいな。うい、ファースト、オッケー、釣れたのでか、これ。オッケー、これ左ベックスって、コンボ残して勝とう。これもうエキドナ行くか。これエキドナ行きますわ。もうイグナンスどうせすぐ発動するでしょ。悪いな、チャージ溜まってないけど。チャージの溜まってないエキドナ、A コマと変わらんくて、クサ。全然火力出んでね。終わるわ。待って、これまだ発動しなくない？俺のイグナーズ。おい、あれもこれバイセル呪ってくぞ。おい、エキドナのコンボライフは使うか。今1800の火球出したと思うんですけど、この段階のエキドナのコンボも大体それぐらい出ると思います。うい、エゴマと変わんねえ、やってること。まあ、チャージ溜まってないからしょうがない。あ、でも勝ててんね。よしよし。てかシアン思ってる来てないな。もっとシアン来ると思ってたんだけど、アスリンはね、もうシアンには対して X 行ってゴリゴリ行くっていうのがね、イメージとしてあるんですけど、でも OK で、ね、6連勝いいぞ。最近のシーズン末で沼ってた俺に心にちょっと光が差したわ。来いや。ま、バランスデッキ開始日時が去年の2月4日、ああ6周年の時に始めたって感じか。なるほどね。来いや。1年経ってるんでさ、1年でどれぐらい強くなったか見せてもらおうか。おっしゃー、今日マジで手駒の噛み合いやばいな。めちゃくちゃ噛み合ってんだ今日、えぐいわ。さあ、しょっぱなからいけたな。よかった。俺ね、毎回こういうチャージ系の動画撮るときさ、もう手駒に来なくてチャージたまんなくて終わるみたいなさ、展開が結構多くて正直憂鬱だったんだけど、しっかり引いてくれるね。やっぱエキゾナこれ自覚あるわこいつで。これはなんだ、風車か、風車か X、まあ、X の方が都合いいけど、俺にとっては。まあまあ、そうですよね。で、さすがに罠張るか。さすがに罠張るか。さすがにね。うん。トゥルラコンボ強いし、ちょっと今打たずに行こう。一回罠張るわ。一応リリアスとか警戒できるんで。悪くねえな。で、なんだ、オーラ引いてる？バフォメットエグーエグー。どうせチャージ溜まってんだろそいつ。いって、カワズか、イリアンドイリか。あー、いいっすね。オッケー、これイリエリ打ってね、コンボボルトマギを狙いますわ。よいしょ。でこういう場面だとね、イオフィーから投げがちだけど、今盤面神駒あんま出てないんで、ちょっとねボルトマギアの方にしようかなと思います。で、エキドナのチャージ貯められると、おっと、そこでまさかのグヌー。まあまあいいでしょう。ちょっと骨増やされたけど、サイカ残ってるし、まあ一旦 OK でしょう。で、これトゥールラ打つか。さすがにトゥールラちょっとそろそろ打っとかないと、賞味期限切れそうなんで、早めに打ちます。回復入れて。で、次でエキドナ最大チャージなんですけど、どうしようかな。打つかどうか、引き見てからだな。ファビオか。これ、サイカ発動してほしいな。バホメットにエキドナで当てたいけど、ちょっと今できないな。引き見てからだな。はい。ルキア微妙。ただ、ここで、A ゴマを投げるっていうのは、正直、動きとしてあんま強くない気がするな。D にオーリック行くか、エキドナ行くかの2択なんですけど、ただ、エキドナ打った場合、トップでイグナーツ引いてもチャージあんま溜まってないし、あんま強くないな。これ、ちょっとオーリック行きますわ。はい、はい。で、E4 来たら F4 にエキドナで当てて、右ウェックス来たら左ウェックスにエキドナ行こうかな。エキドナ単体の強さを生かす方針でやっていきます。どうする？オーリク取ったらエキドナ。OKOK。あ、これリリアス発動するわ。劣化。これでかで、しかもね、なんと、このリリアス、コンボ封印されてません。グの発動前なんで。よし。で、ここでエキドナか。
カモン。よし、バイセイだ。熱っ。ほんなら、エキドナ行きますよ。よいしょ。紙デッキで毒と火球を使ってるっていうね。どういう状況？さあ、でかいな、ここでリーダーさせてくれたの。手駒は特殊で固まったか？サスター社とか引いてんのかな？サタン。待って、これサタン耐えれる？さすがに耐えるよね。あ、よかったよかった。さすがに耐える。でも危な。危な。サタンか。なるほどね。じゃあ、エキドナのコンボ火球見せてあげよう。これ垂れたのトゥルラのおかげだな。あぶねあぶねあぶね。よーし、立派です。いや、トゥルが引いててよかった。あぶねー。怖い怖い。よし。おお、1200ポイントまでいった。エキドナいいじゃないですか。まあ、エキドナの活躍っていうより、取り巻きが強かったっていうのはあるけど。まあでも全然やっぱ今紙デッキが一番強いな。使ってて思うわ。紙が一番勝率高いっすわ。か、まあメルベとかマデッキも全然強いけど、これ結構人によって変わるところだと思う。はい、来ました。これ東野ぶっ刺さりっす。東野ぶっ刺さります。エキドナも刺さるね。で、初手ベルグレーであざす。なんか初手から来て嬉しい駒多いな。オーリック来る。まずはベルグレーで。はい、いいですね。で、32000の HP はね、伊達じゃねえ。ちょっとなんか引きたいな。トウヤ引きたいな。トウヤ、トウヤくん。はい、カモン。オーリック、ワンチャン B さんあり。ビザ行くか。行こう。おい、おい。で、引きによってはもう E6 行っちゃおうかな。一応ベックロスとそんなコンボ強くないんで。おい、えぐい。それはちょ、これ引き見てからだな。はい、にゃー、厳しい。もうノート出されてるってなったら、ちょっと雑なコマ打ってても勝てないですね。これ削りますわ。おい、素晴らしい。あー、ここっからきっちいな。右上 X ワンチャンイリアンドエリカありかな。でもこれ E1 きついよな、その場合。ヒン、苦しい、めっちゃ苦しい。これどうしよう。ノートにノートウィブか、えぐいな。ちょ、これシールドで貼って、で、これおそらく B4 来る。で、 A1 にトゥルラ打って、 D1 打たれて C1 きつ、あ、C1 きつー、きつー。これもうそろそろあれだな。あれ引いても間に合わねえな。ちょ、これ引き見てから。はい、うわー、マジか。これ3手耐えるしかねえな。こっちはウンディここで張りますわ。で、次 A2 にトゥールラ打てる状況にしよう。 D1 にかまし入れられても C1 で耐えて、 A2 トゥールラから A4 で飛ばせる形の方が多分強いな。いや、でもそれだったら先予備でもよかったか。別にここウンディじゃなくてよかったか。うわ、ザフキ来るんか。でもこれシールドクソ強い、クソ強いシールド、あ、クソ強いシールド。で、これトゥールラ打ってから2ターン耐えれるか。でも相手どうせ新しく組めねえな。う、普通にトゥールラ打ってから、そうだね、トゥールラ打ってからロック打って、で、その次のトゥールラコンボで勝ちか。それが一番ベストだな。あ、でも C5 来るか。 C5 の来る駒次第だな。 C5 次第だな、これ。ゲッ、あ、でもリポーズか。え、待てよ、リポーズ。え、コンボなんだっけ。ボルトマギア4000ぐらい。あー、なるほどね。マギアだったら罠ゴマ貼っても意味ねえな。ってなった場合、うわ、キチューイグナス2500。これちょっと次、これ多分2手飛ばし無理だ気がするな、今。これちょっと勝負しないと無理か。勝負しよう。ここイグナーツ打って勝負だな、多分。うん、これ勝負だな。ここ多分ね、イグナーツ残しても次飛ばせないんですよね。なんで、ここで次右下 X 耐える前提でいって、イオフィで飛ばすが一番いい気がする。カリス、耐えれるかな。一応、今結構 HP 残ってるから耐えれると思うけど。一応耐えれる前提です。よし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 。
からのバイセイオフィでいけるか。あ、イオ、これイオのが軽く出る、もしかして2500と2000 D2 よりイオのが出るか。イオのが出そう、行きましょう。よいしょ、4枚返しなんで。あぶねー、ナイスー、あぶねー、イーリアンドエリカ大活躍、よかった。でもあれ C1 打ってくれたんでかかったな。あれ D1 にかまし入れられてから C1 打たれてたらやばかった気する。そうだね、多分 D1 きつかったよな。あれ C1 打ってくれたんでかかった。あぶねー、あぶない、あぶない。1回 D1 のクッションが来たらきつかった気がするな。まあ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 、エキドナ引かなかったんですけど、まあでも今のは良かったね。あのトゥールラ1枚でなんとかなったね。イリアンドエリカのおかげです。で、トウヤ君も行かなかったけど、うまいこと言ったんで、よかったかな。よし、来た、リオンツェル。よし、今をときめくリオンツェルデッキか。上等。一回ベルグレーで行きますね。これ先行ベルグレーで打てたのでかいな。これ高校だったらね、あのリオンツェルの火力、受けてからのベルグレーになるからちょっと火力落ちるんですけど、先行しようとベルグレーでえぐいな。うおー、X 来たー。そこの X クソ怖えんだよな。よし、エキドナ偉いです。ちゃんと引いてくれた。まあこれ一回上逃げます。ベルグレーでね、コンボ弱いから、D5 打ったらね、C5 打たれて、ベルグレーのコンボ弱いまま、場面してもなんかあれきついんで。んで、297577。まあ、エキドナマジで手駒に来てくれんだよ。本当に、お前、優等生だな。最近、あ、優等生で思い出した。最近、ハリーポッターのさ、何、量っていうの？ハリーポッターって4種類の量があるんですよね。ハリーポッターってなんか、魔法学校のね、あの映画のシリーズがあるんですけど、あれで、4つのね、なんか量があるんよ。グリフィンドールと、ハッフルパフと、レイブンクローと、スリザリンっていう。で、グリフィンドールが結構、騎士道戦士を重んじる量で、なんか、正義感あふれるみたいな、勇敢みたいな感じなのね。で、ハッフルパフがなんかちょっと優しさに溢れてるよみたいな。で、レイヴンクローがなんかめっちゃ勤勉で真面目ちゃんみたいな。で、スリザリンがすごいなんか優秀なんだけど、ちょっと心になんか悪いあれがあるみたいなね。聞いてさ。で、それがあるわけよ。で、それのなんか両親だみたいなやつがあって、ちょっと待って、これファイナルノート失敗したかもしれない。このフェルノートまずい。これトゥルラのコンボクソ強くなるわ。やばい。しかも俺 D 中打っちゃった。やべ、これやっちゃったな。やっべー、これやらかした。あ、終わったいや、まずい。これいや、でもこれもう D2 エキドナ行くしかねえ。一応チャージ結構たまるぞ。あ、いいね、3000。あ、もうこれ行くしかねえ、これ行くしかねえっす。もうこれ次行くしかねえっす。で、それでね、そのグリフィンドールのこれやっ、おいいね、お前マジ下級強えなお前いいね、これ D6 来いよ、 D6 来い、軽く出してこい、軽く出してこい、グリフィンドール火力出してきて、バイセのライフは受けれたらいける、あのトウヤが。あとシールドがきつい。うわ、火力出さないのか、うめえな。くー、ここ火力出さないの、まだちょっと一回考えますわ、一回考えます。トゥールラ、これトゥールラ A2 でよくね。ヒールで良さそう。飛ばないな、これ多分、まだ。オッケー、ちょっとこれ一回 A2 トゥールラいきますわ。あ、待って、これ結局火力、あ、やっべ、やっちまった。忘れてた、そいつの存在。トウヤの存在忘れた。6でよかったかも。まあまあいいか。こんだけヒールすれば耐えれるでしょ。4500でしょ。あ、待って、お前毒あるやんけ。やっちまったー。これ6でよかったー。やべ。うわー、どっちみち無理だったー。あ、いや、でも6では勝てた。もったいねー。忘れてた、トウヤの存在。トウヤの存在ガチで忘れてた。あー、これ6では勝てたな。あいつの動線残せだから。6でってウンディとか来なかったらいけたな。うわ、ミスったー。え、運できてもワンチャン勝てたな。これプレミスは。ちょ、待って、俺、ハリーポッターの話に夢中で。A2 トゥールラ打っちゃった。バカだ。マジで、トウヤ忘れてた。あれ、トウヤ、ない前提だったら、多分これ耐えれたっぽいな。わかんないけど。ちょ、ミスったー。そう、それでね、ハリーポッターの話してて、で、その量の診断みたいななんかあったのよ、インターネットに。で、そのなんか質問に答えていって、あなた、これぐらいこういう、心の表れですよ、みたいな。で、それ友達だったのね。そしたら、俺50% グリフィンドールで 40% ぐらいがハッフルパフ で 8.数%だけスリザリンやった。俺心に 8% スリザリンを抱えてるそういう
前提でね、自分の動画見てくださるとね、自分のなんていうのかな、素性とかが分かりやすいと思いますんで、よかったらそんな感じで、マッピーが 8% の 8% のスリタニがある前提で見てください。はい、さあアポロンタイムなんてザフキ残しましょう。てかさっきの試合ガチで見てたわ、あれロック切ってる、絶対勝ってたべ。でも今のさっきのね、分かったと思う、エキドナ強かったね、さっきの試合めっちゃ強くなかった、あれだってトウヤすり抜けて、でコンボ下級で残したんでシールドすり抜けられるし、さっきのはめっちゃエキドナ強かったわ、でも負けたっていうね。あれは俺が悪いわ、なんでロック打たんかってん。バイセ耐えれたくせえな、あの火力。はい、ロック切ってれば勝ってた。まあまあいいや、これアスリン行って、で相手アポロンでしょ。でこれフェイルノート見てるからマイティ持ってないな。でサヤカ来るかどうかやな。うわ、なんか最近流行りグノーめっちゃ見てるんだけど、流行りめっちゃグノー見れてる、クソ強い、そこのグノー思ってたよ、さっきからずっと思ってたけど、それめっちゃ強いわ。これ最近流行りですか。てか待って、これワンチャン B4 でよかったな、 B4思ったらよかったな、ヒリアンドエリカ。まあいっか。ああやばいな、これ まずいですよ。こっからザフキのタイミングあんまないんだよな。ああ終わってるて、この金は効いてる。ロックでか、ウンディーネで髪よけしたのはいいとして、これまずいな。ちょ一回シールドかましますわ。ちなみにこれ A3 来たら結構やばいっす行くしかねえ。頼む A2 でやってくれ。あ、そう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 、そこでいい。でこれザフキどうやって使う、あ、これワンチャンイリアンドエリカ、あと一旦待ってもよかったかもな。でも他にキルコもないかしら、しょうがないか。でこれフェイルノート打つしかないんですけど、次アポロン来るよな。まあでも、これいくしかないな、これいくしかない、さすがにタイミングなさすぎる、今打たないと。オッケーオッケーオッケー、ポーリプスはありがたい。でポーリプス入れてるからこれ多分サイカ入ってねえな。金間入れてる中で罠に採用は多分ないですね。でサイカもこれ入ってないの分かってて、オッケー、このウンディーネでかい。これでザフキ張るタイミングが今作れたな。で、ここ右上 X ザフキ打つかどうかだけど、ありだな。相手金馬も張ってるし、他の駒切るわけにもいかないか。か、罠駒張るもありだな。罠かザフキのどっちかでいいな。ただ、罠の場合は発動しない可能性もあって、不眼定事項が多いな。ザフキにしよう。オッケー、ザフキ張ります。よし、雷撃で攻めます。ヒール入れます。で、エキドナ手駒にあるな。チャージたまり切るかって言われるとちょっと怪しいな。で、これどうする。あ、意識そっちか。 OK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  で、パッと見 D2 罠だな。あ、トウヤくんか、いいっすね。ちょっと考えます。D2 打った場合 F2 アポロンがちょっときつそうだな。あー、いやでも今ライフバってもしゃあねえな。いや、これどうしよう。いや、間違いない。ちょっと D2 行くわ。これ D2 でいいよね。ちょっと、正直ちょっと今の分かんない。正直今の分かんない。あと、この旋回も結構やばいんだよな。これ F2 アポロン来るよな。F2 アポロン来るっすね。F2 アポロン来て、F1 から C6 耐えて、いや、これちょっといけるから。無理な気がする。無理な気がする。アポの先打たないのか。バイセから打つんだ、珍しいな。なんでバイセから打つんだ、なんでバイセから打った。ちょっと待てよ。ってなった場合、ちょ、これあれだな。いやー、こっちは待てよ、考える考える考える。ヒール打つか動線組むか。コンボでも2000変わんねえな。じゃあ C1 でや。つってもなー、これちょっとアポロンクソ怖え。いや、これアポロン来るな。これ次アポロン来るな。左下 X アポロン来て、で次 C6 耐えないといけないのか。これ左下 X アポロンですね。で、そうだな、左下 X アポロン打たれる。で俺ヒール打てないのか。しょうがないな、もうシールドないもんな。あ、ビナビナここで金の美味しいな。でも次アポロン耐えれねえな、このままだと。いや無理だな。いや、これ負けたわ。 F2 飛ばせないよね。か、あー無理だな、ヒール。いや、ヒールも無理っぽいな。いや、これ負けたな、しょうがない。どうも、これ負けっす。いや、しゃあねえ、これ C6 アップで飛ぶな。
惜しい。いやこれちょっとどうしよう、今のザフキじゃなかったな、右ベックス罠だったか、結構なんかアポロン大事に取ってくるタイプだったんか、ザフキじゃなくてよかったな。マジか、あそこイーチバイセ打つんだ、珍しいな。いやでも結構これで相手のプレイのちょっと傾向つかめてた感じするから、途中まで。いやザフキじゃなくてよかったか。いやでも実際そうだよな、俺ちょっとフィニッシャーあんま引いてなかったから、ワン、いやでも罠から切ったらな、アポロンで取られるんだよな、あとあとで罠ごま間に合わないみたいなのあるから。いやでもビナ採用だったからザフキ残してよかったな、まあしょうがねえな。いや結構アポロン大事に取ってくるタイプか、俺あのあんまり最近アポロン使ってる人って結構雑に切ってくるイメージあるんで、早めにシールド貼らんと間に合わないと思ったんだけど、そうか、そうですか、しょうがねえな。おっと相手も神デッキと、んでもうこれ今回平行引いててベルグレード待ってアスリーマンで、これさすがに勝ちますよ。さあこれ勝てそうだな、めっちゃ手駒強い、めちゃめちゃ強い、もうフィールノート打ってアスリー打ってからバイスでいいやん。もうこれね先のところまで概ね見えてるっていうのはすごい、神デッキで夏ブラ採用、まあ結構珍しいね。ただこれトゥールラのあのあれだな、トゥールラのコンボ強くできるから、まあ、一回フェルノートでいいや。よいしょ、で次アスリンかまして、でしかるべきタイミングでトゥールラでいいね。あフェルノート出したせいでちょっとゾノバとイブが強くなっちゃうな。相手アスリンまだ切らないのか、ここあれだな、アスリン切って次罠ゴマ、あーでもあれかサニエル回収されるのか、まあいやでもこれさすがに俺のペースだな、めちゃめちゃ手が強い。でこれであのあれですか、イーサーにグノとか来るみたいな、まあでもさすがに打たないよね、こっちキャラゴマ3枚やってさ、どっかのコンボ残る可能性あるから、おいしょトゥールラ来ると、これさすがに罠ゴマ打ちてえな、アスリンのタイミング一旦ずらして、さすがに罠張るか、ではい、うわトーヤで良さそう、トーヤで良さそう、トーヤにしようマジでトーヤ強い、はいトーヤにします。でこれでもアスリン絶対打ちづらいんだよな、オッケー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 、2ターン効くっていうね、このストレスえぐいね。で結局俺はもうトゥールルあるからある程度ゴリ押し効くんでね、サヤカじゃなくてトーヤでいいや、来いや、あーイグナツ完璧、そこのタイミング、トゥルラ X 行ってあげてヒール入れます、はい回復ります、あざす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 、うん絶対アスリン切れない、今ちょっとやっぱさ思うわ、これトーヤ、さっきも言ったけどこれトーヤを神デッキで、ちょこれダメかな、俺ちょこれ神デッキで使うの本当にダメな気がするな、なんで使えるようになったんだろう、さやか的なサムシングなんでしょうか。まあまあまあ OK です、トーヤ神デッキで使えるようにしたのはちょっとな遺憾です、これなんか条件つけてよかったな、でかといってマゴマ6とかだと結局神デッキで使えるから、もうシンプル魔獣でよかったと思うな、どうやはめちゃめちゃ強いこの駒、まあまあでも 今が結構神環境なんで、それでマッチしてるっていうのはあるかもしれない、それ以外だと微妙かもしれないけど、竜いないかな今、ああマルドゥク来た、これも結局トーヤ刺さるんでね、あ今回初っ端からあるじゃないですか、ありがとうございます、よいしょ、さあ俺の 50% の OK、 この試合勝ったらグリフィンドール、負けたら、スリザリン、さあ
ってめっちゃ X 生きて、うわーもう X 生けて囁いてきてる俺のトウヤがスリザリンだ。これもはやシールドで出さない。俺は俺殴るぜ。もはやシールドで出さないで X 行くっていう。ダメージフィールドもこれでちょっとずれるぞ。意識来るか。オッケーオッケー。ね、これ次来週ダメージフィールドでしょ。あー強すぎ。さすがにこのセールの音さすがに強すぎ。オッケー。んで、うん、シールド貼ってんだ。オッケーです。で、これどうしようかな。角で良さそうな気がするけど、シンプルに。トウヤをどう扱うかだな。これバイスでいいや。別にシールド貼れてるけど、結局ライフバのをなんか生かすってあんまないと思うんだよな、バイスの。この先トウヤの方がいい気がする。一旦ステイして後半になればなるほどね、こうワセロニアっていうのはコンボとか絡んでくるわけですから。オッケー、3枚返し来る。もうここトウヤ張っちゃうか。ただ結構削られてんな。やっぱショテペトラ効いてるね。ならトウヤ行きますよ。実質防衛駒なんでこれ。よいしょ、ういで次でエキドナチャージ貯まるか。これエキドナ紙デッキにめっちゃ刺さるんだよな。火炎シールドとかまあ入ってないんでね。そのリポーズはやるやんけ、やるやんけ。そこで回復っていう手段があるのはさすがに俺も脱帽だが、このシールドの最後のタイミングで俺はエキドナを惜しみなく使うぜ。でこれ D6 来たら一応左上 X が動線通るんでガンガンいっちゃいます。ういさあで、なんならフェルノートのコンボもあるんでね。エキドナのコンボかフェルノートのコンボか。で、これでエキドナを取る場合はダメージフィールドが発生し、トウヤがダメージを出してくる。オーケー、もろた。よし。よし。で、回復と。オッケー、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 オッケー。で、エキドナいけますね。あー、なるほど、なるほど。いいっすね。マジで、ちゃんと序盤引いたら強いな、エキドナ。ちゃんと序盤に来たらちゃんと強いですね。うん、特に今日みたいな補正は罠とかシールドとかめちゃくちゃ見るから、火球っていうスキル自体は噛み合ってますね。素晴らしい。めっちゃ勝ってんじゃない。おーい、いいですね。まあでも途中のあのリアンツ入れた目絶対勝てたんだよな。あれはマジでミスったな。あれロック打てば多分勝ってたな。これなんて読むの。文治を CR さんお願いします。はい。おえー、マジ？暗流魔。この神デッキ環境で暗流魔勇者来たな。ちょっと俺のトウヤとサヤカとザフキが腐るんですけど。しゃあなしだな。まあ一応サヤカから切るか。ザフキはなんかワンチャンコンボ絡んでくる可能性ある。んでサヤカから切る、呪い入る。でアサリンはちゃんとコンボ絡めていきたいな。まあ、S ゴマについては全部アンリンに対しては有効なんで。おっと C 打ちコンボさせねえぞと。でしかも C 打ちこれ鱗じゃない子まで切ってくるんか。ならザフキ行きましょう。アスリはまだ出さないぞ。鱗切ってないのでかいな。これワンチャン E4 来るか。うやべ、俺行かれた。でもこれ鱗持ってたらさすがに鱗出すよね。これ E4 怖い。あーしかなかった。つっても怖え。乱体マジ OP。はい。よし、エキドナ引いてきた。ありがとう。X 怖えな。でも X 行くか。C 打ち進行の X は基本強いんでね。相手のイオンに対して右下 X 潜って F4 を切るんで。よし、呪い行きますよ。よし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 。んで、これ囲ってきそうだな。まあそうだよな。OK、シールド使わせた。
ただここディニーネズコもないっていうのも事実なんですよね。はい、ウンディーネ、これさすがにコンボあるコも打っときたいな。ウンディーネちょっと使うの怖いけど、ウンディーネ来ますわ。ここ6がねめっちゃ弱いっす。よいしょ、まずいよ。乱体が本当に強いな。乱体さえなければ俺のペースのはずなんだけどな。うー、鱗引いてた。まずいね、これ勝てなそう。あー、割と積んでる、割と積んでる。これ一旦相手のこれ導線潰して、ノートかトゥルラとかうまいこと引かんときちいな。え、呪い入る。いやー、トンネルも引かれてんのきちい。乱体もまあそうだよな。で、でここフェイルノート引きたいな。はい、うわー、弱えー、弱えー。これどうしようかな。いやー、正直バカきついな。これとりあえず6切りますわ。結構下切ってるけど、相手さすがに釣れねえか。あと地味にこれ A に入ったら3枚返しになるのきつい。トップ引く、あ、そっちか。トゥルラ引く、あー結構いいな。いや、これもうあれだな、これあれだな、ちょっと早めにいかんと無理だな。どんどん圧力与えないと無理だ。これ取ってきたら一応息止めで動線組めるって感じで、相手の動線弱くなるから。あれ、これ4枚返しか、耐えれそう。あ、4枚返し見えてなかった、ミスったな。 F4 打てばよかった。あ、終わった、やっべ、4枚見えてなかった、ミスったな。これ F4 普通に打てばよかったな。ガチで4枚見えてなかった、やっちまったわ。これドンマイス。いや、普通にきつかった。乱体トンネルも置かれた暗流、さすがに勝てねえな。これダブコンで、お、ダブコンってこない、まだフィニッシャー引いてない感じか。でってもこっから打開できねえ。フェルノート引いたね。ちょっとダブコン潰して、よいしょ。あともうシェンメ引かれるだけでジジイなんですけど、こっから相手がプレミすれば、これ C6 来たらジジイです。お、角か。あ、でも S 捕食ネズミなんだ、珍しいな。おい、オッケーオッケー。バイス行くのいいんすけど、まあ、これこっち行くやんで、よいしょ。うわー、まさかのトーヤが今日の補正ぶっ刺さるかと思ったら、サヤがトーヤザフキの3体何もしない駒になってしまったわ。暗流いたわ、これ予想外。今日暗流いるんか、めちゃくちゃなんか珍しいマッチングな気がする。今日暗流マジ、昨日じゃなくて。これこっち行って、いやきちいな。まあ、あの段階でトンネルも引かれてたとしたら、 X 以外のどこ打ってもトンネルも結局置かれてるもんな。あんま変わんねえな多分。捕食来る、これさすがに相手引き弱すぎんか。シェンベ1回もくらい、もうワンチャンシェンベ入ってないんじゃないかな。S 捕食2枚入ってるからワンチャン入ってない。まあでもこれ GG なんで、もう右 X 打ってこれ飛ばしてもらおう。 F3 が一番軽く出すぞだな相手。来い、飛び込んで来い。おー、 GG、 やっとシェンベ引いたか。めちゃくちゃ引くの遅かったな。くっそ、相手めっちゃ引きはしてたけど、でも乱体トネルムで全部あれだね、軽く防がれるんで、神デッキじゃきついか。あとイグナーズだもんな。いや、これでも暗流一周回って神デッキに勝てる説あんのか。だって俺のデッキの、何枚だ、16枚中 4,5 枚ぐらい暗流に対してめっちゃきついもんな。ザフキとトーヤとイグナーズとロッテルキアと、そうだね、大体その辺腐るな。サヤカも腐るな。やばいな。そうやって考えたら、アンリュウワンチャン今強いな。マデッキも全然いるしな。今アンリュウ強いな。おお、やば、こういう手が一番困るんやから。どうしようかな。
X アスリン、行くか、しゃーなし。しゃーなしっすね。ファビオ。はい。あー、これまずいっす。相当事故ってな。じゃあ早めに何か引いてもらっていいですか。何か引いてもらっていいですか。まあフェイルノートとかちょっとくださるとすごい嬉しい。ブラカヤントゥルラモシありがとうね。で問題はアナゴマガルクとかだな。ありがとうありがとう。めっちゃでかいわこのトゥルラ。マジで花よりも蝶よりも丁重に扱うこのトゥルラは。ああ罠子もあると。なるほどね。まあこれおそらくブラの発動あれしてるパターンか。これでも無視しよっか。一回ブラの発動させてからの方がトゥルラの方もコンボ強くなるんで、これちょっとブラ あくまで受けますわ。 OK で、これでトゥルラのコンボ強くしていきたいですね。これで最大火力になるであろう。そうだね。800でやろう。1400。OK。で、ただ、相手まだ磯駒向いてねえな。怖え。エンリルとかは座吹きでカットできるけど。結構毒とか、罠駒とか切ったから座吹きが有効っぽいな。OK。座吹き有効っすね、これ。どうしよっかな。そのヒールクソ強えな。これ、ウンディネ1回ステイだな。イグナーツから、イグナーツ打って。トゥールラコンボイグナーツして、B3 打たして F4 な気がするな。うん、これまずここで火力出しておきます。OK、まずここで火力を出しておこう。ザフキのコンボはね、HP 減れば減るほど強くなるんで、一旦ステイだな。まだ打たない方がいい。トゥルラコンボ先だね。相手 HP 高えな。まあ要は次ウンディで耐えれるかどうかなんだよね。耐えないと負け。 OK、 これウンディ出る。よし、このロックでけえ。これウンディ出るぞ。でこれでウンディ出て、次俺ダブコになるんだよね。そのダブコに飛ばせるかどうかだな。まあでもライフバも早いしいけるんじゃないか。完璧。このウンディで出んの、もうマジで予定調和。 OK、 完璧、マジで完璧。もう完璧完璧。であと E6 耐えるだけだ。でこっちキャラゴマ4枚でしょ。耐えれるんじゃない。バフォメットも耐えれそう。3200だから。で買っとこう見て。あ、いけるなこれ。絶対勝ったわ。 OK、 勝ち勝ち勝ち。これさすがに飛ばない。で火力出してくれる方が美味しいんですよ。ライフバーあるから。よっしゃー、でけー、でけえ、完璧なウンディーネ。あとイグナーツ完璧。 A さんのあれで圧力与えたのマジで完璧。ナイス。よし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 。ナイス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 。グッ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 イエス。よし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 。終わるか、今日はここで伝わるからもネタさあ、アスリンリーダーの神デッキでした。エキドナ使ってみたんですけど意外と良かった。ちょっと途中プレミして負けたんですけど、エキドナ自体はね、なんか思ったよりは良かったですね。別にこいつじゃないといけないってわけではないんですけど、全然バフォメットでもいいと思いますけど、まあ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 、なんかジェネリックバフォみたいな感じかな。うん、悪くなかった。あとコンボも下級ってのが良かったですね。そのバフォだとコンボ特殊で、そういう防がれたりっていうのもあるかもしれないんですけど、スキルもコンボもね下級で意外と良かったです。ただやっぱチャージに時間かかるから、こいつを使う場合は他の S ゴマもちょっと相当強いゴマじゃないといけないのかなって感じがしますね。なんか他の S ゴマがあんま強くない中でエキドナ使うのはなんかきついかなという気がするんで、デッキの構成とかもしっかり考えながらやっていただければと思います。ということで、この動画面白かったという方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。